みんな旅してる？どうもしげです。沖諸島西之島、日本屈指の断崖絶壁。それではスタート。西之島別府港に到着しました。宿の送迎お願いしたのでターミナルで少し待ちます。車で港から宿まで送迎していただきます。車で送っていただき、本日の宿国ヶ荘に到着。今日は安宿が取れず、ちょっと贅沢したけど広い。いつもの俺と比べるととてつもなくいい部屋ですね。ちょいとレトロな感じの客室内のトイレ。こちらが洗面台で、風呂は大浴場です。高台に立ってるので眺めがすごくいい。まさかの Wi-Fi 爆速、最高かよ。編集頑張ります。今日は宿で夕食いただきます。こんな広いところに俺一人。そしてこの豪華な夕食、収まりきらない量です。まずはアサヒスーパードライ中瓶。まずはこの超でっかい岩牡蠣いっちゃおう。すごい、めちゃくちゃ濃厚で磯の香り爆発。魚の鍋もいい感じに火通ってるのでいただきましょう。ブリ鍋、上品な出汁の味でうまいね。小鉢ももずくに南蛮漬けにつまみ各種にカニ味噌と豪華。カニ爪いっちゃおう。カニ味噌すごい濃厚でカニの風味豊か、酒進む。茶碗蒸しもあるからいただいてみよう。プルプルでカニも入っててうまっ。刺身もいただこう。連日飲んでるので酒は切り上げて刺身定食。いやー、腹いっぱい食った食った、ごちそうさまでした。明日はレンタカーで島を一周。おやすみなさい。おはようございます。景色のいい朝風呂行ってきます。朝風呂景色良くて気持ちよかった。朝飯食いに行きます。朝から贅沢に宿の朝食いただきます。ご飯おかわり、2杯目は海苔と TKG でいただきます。なぜか音声取れてなかったけど、朝から腹いっぱい、ごちそうさまでした。宿をチェックアウトして車で港へ送っていただいてます。宿の方に送っていただいて同然レンタカーに到着。軽自動車保険料込み6時間6000円で借りました。西之島の地図、そんなに大きくない島なので6時間あれば大丈夫でしょう。ということで西之島一周ドライブスタート。出ました、道端に馬が普通にいる。まずは島の西側摩天街にやってきました。牛馬が放牧されているのでこの扉を開けて展望台に行くようです。
200メートルほど歩いて摩天街の展望所にやってきました。おお、これが摩天街。素晴らしい眺めだ。標高257メートルの断崖絶壁。今日は黄砂が飛んでいるということで少しもやがかかってますが、海も綺麗ですね。摩天街、その名にふさわしい断崖絶壁でした。第二次世界大戦で日本軍が使っていた監視所跡もありました。この辺りは本当にダイナミックな景色が広がってますね。この先2キロほど摩天街遊歩道になっており、1時間ほど歩くと通天橋まで抜けることができるそう。遊歩道を歩くと時間なくなっちゃうので今回は車で次の場所へ向かいます。牛馬が放牧されているので駐車場の入り口はテキサスゲート。さっきの2頭かな、目の前に馬が歩いてて通れない。あ、どいてくれた。続いて国ヶ浜にやってきました。これまたいい眺めだ。下まで歩いていけるようなので行ってみましょう。この辺りの奇岩は総称して天上界と呼ばれているそう。国ヶ浜は絵になる景色が広がってますね。海辺に小さな国ヶ神社もありました。あのとんがった岩は通称ろうそく岩とも言われる観音岩。そしてあの穴の開いた岩が通天橋。断崖絶壁の岩の下に綺麗に穴が開いてるんですね。いやはや、ここもとても素晴らしい景色だ。もともとあった洞窟が地滑りで貫通してトンネルになるんだって。摩天街の遊歩道はここまでつながってるんだね。高低差えげつねえな。今ここ腹減ったので一旦裏郷まで戻ります。ということで沖の方におすすめされたアースカ行ってみましょう。おすすめだという我が床定食いただきます。ハマチの南蛮漬け、味濃いめで米が進む。腹も満たされたので続いては島の南西側へ。続いて赤尾展望所やってきました。黄砂で霞んでよくわからん大海原が広がっとる。奥に摩天街や通天橋が見えてますね。5頭の馬が草をむしゃむしゃ。のどか。赤尾展望台の手前にベンチと看板があったので降りてみたら、ここからの景色も素晴らしいね。国ヶ海岸、起伏に富んだ地形で本当に美しい。また道の途中に看板、道前カルデラ尺の絵って書いてある。見えてるこれ全部がカルデラで、取り囲んでるのが外輪山だということです。あらら、今度は馬じゃなくて牛が道を横切ってった。開けてくれた。続いて鬼舞展望所に到着と思ったら展望所あれかーい。登っていく。はい、到着鬼舞展望台。今日は黄砂で霞んでいまいちだけど、前回いた海士町、次回行く千振島も見渡せる展望所なんだって。これはもともとカルデラで、外輪山の裂け目から海水が侵入して今は内海。駐車場へ戻って次のスポットへ向かいます。また道端に牛がいた。すごいな。もう続いては由良姫神社へやってきました。大きい四大社の一つだという立派な神社です。拝殿の奥には歴史を感じる本殿。神社の目の前はイカ寄せの浜と呼ばれており、毎年12月から正月にかけてイカの大群が押し寄せるんだって。続いて外浜海水浴場をやってきました。ビーチはグレーで海藻多め。波は穏やかで透明。晴れてたら綺麗そう。元は陸地を人工的に運河にしたという船引き運河。
水は青く透き通り、とっても美しい。こちらが町民2652人、西の島町役場。最後、宅飛神社400メートル、ここ登ってみましょう。道はコンクリで固められてて歩きやすいけど長い。10分ほど登ってついに到着。これが宅飛神社。本殿は洞窟にしっかり収まるよう建てられてる。すごい技術。結構な山の中に建てられてるので自然に包まれています。海も見えて、晴れてたらすごくいい景色だろうね。展望台もあるらしいんだけど、もうレンタカー返す時間なんで今日は戻ります。レンタカー返却前に最後ガソリン満タンで入れてます。16時、レンタカーの返却無事完了。宿に行くバスは17時25分、1時間20分後だ。ということで別府港のターミナルでしばらく時間潰します。ターミナル2階のカフェ風花で少し時間潰します。アイスコーヒー頼んだらとんがりコーンサービスしてくれた。わーい。バスが到着したので港から宿に向かいます。図書館前バス停で下車しました。西の島町コミュニティ図書館いかあや。みんなの家というコンセプトで作業スペースも充実してるんだって。そして本日の宿はこちらの民宿フクロウ。チェックインしました。今回は6畳の和室。室内は清潔で快適に過ごせそうです。 Wi-Fi も問題ないスピード、いいですね。こちらが共用のトイレ。こちらが共用の洗面所。そしてこちらが共用の浴室。溜まってた服を洗濯、乾燥とセットで500円。今回も2食付きということで宿で夕飯いただきます。まずはアサヒスーパードライの中瓶。まずは刺身からいただこう。サワラのたたき、味しっかりで酒のつまみにいいわ。沖の甘エビ、とろっと甘くていつもうまい。サザエの焼いたのかな、煮たのかな、これも食べてみよう。でかくてコリプリ食感、苦味がまた酒進むね。小鉢で栄養もバランスよく取れる。ありがとうございます。なんと後からアジフレアが到着、びっくり。うわ、揚げたてふわふわとろとろ、めちゃくちゃうまい。ビール進む。続いては沖酒造の御所いただいてみましょう。まろやかなうま口でスイスイ飲める酒だね。最後はしゃぶしゃぶ、まずわかめからいただきます。熱を入れると色が変わるわかめ、シャキシャキの食感がすごくいい。続いては豚しゃぶ。魚が続いてたからシンプルに豚しゃぶも嬉しいね。酒のつまみに枝豆を出していただきました。嬉しい。
締めの味噌汁にあさり入ってた、うまい。せっかく島に来たので近所の居酒屋へ 1,2 杯飲みに行きたいと思います。歩いて5分、沖の方にお勧めされた宮古さん行ってみたいと思います。沖ホマレーの冷や1号をいただきます。つまみに頼んだのはきゅうり1本。まさかのごま油大量で酒すむやつ。2杯目は角ハイボール。地元の方が集まる楽しいお店でした。宿に帰ります。宿に帰ってきたので急いで風呂入って編集します。うえい、風呂気持ちよかった。今から頑張って編集します。なんとか動画上げた。眠い。お疲れ様でした。明日はお隣の千振島へ。おやすみなさい。おはようございます。今日も宿で朝食いただきます。宿チェックアウトしたので港へ向かいます。9時40分発のバスで港へ。船ギリギリなんだけど乗れるかな。バスで別府港に到着したので船に乗ります。道前内航線磯風で千振島へ向かいます。10時5分西之島出港。バイバイ西之島。西之島から千振島まで内航線磯風で25分。次の舞台、千振島クリー港に到着。沖諸島西之島からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。